今日は奈良山沼ヨバさんですね。バシャバシャ言ってるからあれなんですが、ちょっととりあえずウサ投げてみますね。ドラグを締めて、ウサ、ちょっと下の池ですね。上の池はなんかもうちょっと人がいっぱいなので下の池に入ってます。ダメだな、暑い。下の池の方が多分ちょっと向こうまでの距離は近いのかな。いやー、すげえちっちゃいのかかった今。マジか。えらい小さいのが釣れましたね。ニジマスだ。でもしゃったちょっとピコチャタクラにしてみるかな。ピコチャタクラか。あ、取れた。小さかったですけどね。
今日は奈良山沼魚場さんに午後から来ました。で、当たりは多いんですが、ちょっと乗らなかったりとか、まあ、かかってもなんかバラれちゃったりとかっていうのがすごい今日は多かったですね。なのでほとんど釣れてないっていう感じではあります。で、もう年末なのでちょっともしかしたらこれが年内最後の、お、来た、兆候になるかもしれないのと、また年明けか年末かに振り返り動画みたいなのができればいいかなというふうには思ってますね。で、これでバレちゃうんですよ、ビタビタなって。お、そんなことなかった、バラれてない。よいしょ。でも行ければ、行ければちょっともう一回ぐらいどっかね行きたいなというふうに思ってますが、あれ取れない。うわ、絡まった。リリーサーに絡まった。よいしょ。なんだこれ。あ、思いっきり回ったんだ。まあ、今ね釣れたんですけども、意外とバレるのが今日は多かったっすね。というわけで、奈良山沼魚場さんでした。ご視聴ありがとうございました。